じゃあ速稼塾の久保です。まあ動画ですとかホームページを見た時に URL をコピーペーストするっていうふうなことをよく言われますけども、その方法がどういうふうなものなのかちょっとね解説します。パソコン版とその後でスマホ版の方をやりますね。これによってもう簡単にですねコピーペーストっていうのができるようになります。今日は YouTube に限ってコピーペーストの方法をお伝えしますのでよろしくお願いします。それではまずパソコン版ですね、画面切り替えます。はい、YouTube を開くとこのようになっていて、まあ中央にね大きく動画があって、右の方に小さなね動画でいろんなものが関連動画を見れるようになってますね。 URL ってのはこの上の方にあるこれですね。ここをクリックすると、左クリックすると青く反転しますよね。反転したら今度は右クリックを押します。そうするとこういうのが出ますので、コピーってところでこれまた左クリックを押します。これでコピー OK です。あとはですねこちらのプラスの方を持っていってブラウザを開いて、この上にカーソルがカンカンと点滅しますよね。こちらの方に先ほどコピーしたのを貼り付けていくんですが、貼り付け方はまずカーソルが動いていることを確認して、ここでですね右クリックを押します。そうするとこういうのが出ますので貼り付けってところに行きましょう。貼り付けを押すとここに先ほどコピーしたのが貼り付かれますので、このままエンターを押してください。はい、そうすると先ほどの同じページが出ますよね。いけますよね。はい、ではまずパソコン版の方をやらせていただきました。はい、コピーペースト、次はスマホ版なんですけども、今 YouTube をね開いたところです。 YouTube 再生しますよ。だって名前を名乗らないなんかそのクレーマーの電話の人たちの声をやっぱり視聴者の声、スポンサーの声ね、 YouTube 見れるでしょ。で、 YouTube の場合はこの下の方にねコマンドがあるじゃないですか。まずはねグッドの表示で、次、あ、しまった、グッドの表示の次はバッドの表示で、次共有っていう矢印が、右側に向いてるのがありますよね。ここです。この共有ってのを押します。押します。タップすると下の方からこういうのがせり上がってきます。もう一回いきますよ。共有をタップすると下の方からコマンドがせり上がってきます。その中で一番左のコピーってのを押すんですよ。ね、もう一回押しますよ。共有って押すとコピーを押す。そうするとコピーされましたって下の方に出ますよね。これでコピー OK です。あとはこれを例えばメールブラウザーとかにね開いていただいて、メールの作成とかやってね、でこちらに長押しするとペーストっていうのが出ます。長押しですよ。長押ししてパッと離すとペーストっていうのが出るんで、このペーストを押します。そうするとここに先ほどの動画の URL が貼り付きましたということでございます。これであとねメールアドレスを送って貼り付けて書いて送れば OK です。以上です。